さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました。はい、今回はボリューム第21弾ですね。いやー、とうとうやってまいりました。 TWICE のファンシーでございます。あ、僕ね、さっきちょうどカムバーのミュージックビデオを見て、でその後にショーケースか V ライブで見ましたけれども、全部通してみてやっぱダンスが素晴らしいですね、今回は。あー、なんだろうな、最高。それじゃあ早速行ってみましょう。今回はスペインです。どうぞ。今日ファンシーですね。まず一番最初はターン、人差し左手を前に出します。右手を添えます。左側にターンで戻る。戻ったら今度右手を顔の前に持ってきて、ここから手をくるんって返すと同時に右足を一緒に出します。体を反らせて戻ってくるイメージ。その時に手のひらが返って戻るイメージ。今度は右足を後ろにタッっていう風に、タッタッタッっていう風に、ステップを踏むんですけど、そのまんま入っていきます。スムーズにいけるようにタッタッ、ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー、エン、ファイっていう風になります。で、下、真ん中、上、上、アクセントを右に取るところです。ワン、エン、ツー、エン、スリー、エンで最後だけ左側でフォー。すぐにポーン、1個どこでもいいです。いろんな方向にアクセントを2回、トッポトッポってやります。右右ってあるんですけど、体の向きを左から右に変えるので右右、一旦ここまで分けますね。はい、音でゆっくりやってみましょう。イソレーションでこっちに入れてあげて、フッですね。これがこっちじゃなくてこっちです。右手が上、左手が下でクロス。こっちじゃなくてこっちです。あと同時にピースを顔の前に持ってきます。その時にここから足を閉じると同時にピース。はい、でこのピースを一旦ドンとアクセントで入れてあげます。ドン。ドンって入れてあげたら、今度ここから右手を出して左手を胸に持ってきてドン。ちょっとイメージ、体が上に上がるイメージで、っていう風になります。ここから、手を、ファッと顔の前に持ってきて、開く、開く、開く、左、右、左っていう風に落としていきます。で、その時に膝を一緒に広げてあげて、ワン、ツー、スリー。ここから今度は手を重ねて、右足から、ワン、ツー。乗ります、乗ります。ジャンプして、両手を今度は胸に持ってきて、前にアクセント。OK、アクセント入れてあげてください。ここまでがパート2になります。一旦ここも音でやってみましょう。
ワン。ここの軌道からワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックスで乗ったらセブンでセブン、エイト。ジャンプして右側まで来たらこの右足を左側に揃えてトンです。で揃えるときに手を回してトン下に行きます。はい、でこの時は、ファンシーのこの手の形をぐーっと持ってくるときに足を踏みます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。イメージは下から持ってきてこれを手で書くときにファンシーのこの手を変えてトンっていう風になります。ドゥーン伸びます。フリーフリー、左足使ってフリーフリー、そしたら回ってフリーフリー、トン来たらこの出した左足を軸に回って右足でトントン。もう一回ここから左足出すときにファンシーですね。さっきと同じです。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。今度はここからこうではなくて持ってきて回して両手を肩の位置に持ってきます。そしたらここから右手と左足、ワン、左手と右足、ツーで、クロス、開く、胸元持ってきてトン。そしたらここから最後、うー、ファンシー、チューンっていうところがあるのでここから手をくるくるっと持ってきてファンシーマークを作ります。右手が最初上になります。で、ここから入れ替えて最後は頭の上に持ってきてファンシーのポーズですね。あの、多分ここ、パッパうー、ファンシー、うー、ポっていう風になるのでここは最後音に合わせてやってあげるといいと思います。手はここから持ってきて変えて頭の上持ってきてポン。これでフィニッシュになります。実際に、じゃあここまで、流れでやるとトン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、エン、ファイブ、シックス、セブン、エイト。っていう風になります。じゃあ実際に音楽でやってみましょう。シャウエイ、シャウエイ。見ていかがでしょうか。ファンシーでございましたけども、今回はまたちょっとねテイストが今までと違ってきて、だんだん可愛いダンスからちょっとクール系のダンスに変わってきてるなっていうところの印象を受けました。ぜひリズムキープをするっていうところ
とそのリズムはじゃあどこで取るのって言ったら腰。タタタタ腰で結構リズムをこう取りながら踊っていただくと非常に踊りやすいかと思います。で、腰につられて足のステップが出るっていうようなイメージで。はい、というわけで皆さん、いかがでしたでしょうか。リクエストや質問などございましたら下の方からよろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この前先週は500人突破しましたって言ったんですけど、600人を突破しました。ありがとうございます。少しずつね、また増えてますので引き続きよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。せーやっ早い。